い。私は作者が休憩のため終了。そのまま生き別れとなってしまった。それから実に50年の月日が流れ、ロドニーは68歳を迎えていた。年を取ったもんだ。気づけばハンサムで知られたロドニーの顔はシワだらけに。人生の終盤にさ、今ただ一つこうあった。それはダイアンに事故の謝罪ができていないことだった。しかしあれから50年、幸いにも世の中にはインターン人探しができるサイトの存在を知った彼が、何気なく彼女の名前を打ち込んでみた。すると、なんとそこにはライアンと同じ名前の人物の住所が。とはいえ、この人物が本当にあのライアンかどうかはわからない。そこでロドに勇気を出して手紙を書いてみることに。二人が再会するなら時間はかからなかった。覚えている。もちろんさ、君を忘れたことなんてただの一度もないよ。しかし気持ちは本当に申し訳なかった。5年前の真実を知ったのは、事故直後の病院での出来事だった。お客さんよ。突然病院に現れたのはダイアンの母親だった。そして彼女が差し出したのは、心を惹かれたものがあるよ。